なんか言いました。エンジン巻いてくって言っただけだよ。なんすか、なんすか。エンジン巻いていくって言っただけですよ。巻いていく、ね、エンジン。巻いていく、エンジン巻いていく、巻いていく、巻いていく、巻いて、シグネさん追いかけていく。シグネさん、シグネさん、シグネさん。やっぱただ規制走ってるだけって怖いかなって。ケイスケさんのこと。ケイスケさんのこと。ケイスケさんのこと。誰かいない。生きてる。誰もいない。なんで？なんで？コックピット。あ。ヒー！なんで？ちょっと待って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 。バイバイ。バイバイ。バイバイ。あ、やっぱここか。なんでそんなローラーしゃがんですか？やっぱインポスターっすか？めちゃくちゃおるやんけ。誰かいますか？一回見に行きましょう。そこ弁当室。死んでまんが。残した。弁当からゼルック残した。弁当からゼルック残した。マジかよ。弁当からゼルック。弱いのつくじゃん。俺にだけなのか聞こえてるのか。脳に語りかかる。ポンズクロス。じゃ。まあ、そら誰も死なんわな。死んでるか。死んでる？死んでな、なんで？ゼルクさん死んでる、ゼルクさん死んでる、ゼルクさん死んでる。生きてるよ、ここにいるよ。え、みんなゼルクさん死んでる、ゼルクさん死んでる、ゼルクさん死んでる。ここにいる。ゼルクさん死んでる。ここにいるよ、ここにいる。ここにいる。ね、ね、聞いて、ゼルクさん死んでる、ゼルクさん死んでる。ここにいるよ、ここにいる。やばい、みんな、ゼルクさん死んでる。やばい。なんで見えないの？ゼルクさん死んでる。なんで？ゼルクさん死んでる。ゼルクさん死んでる。ゼルク、ゼルク、ここやばい。ゼルクさん死んでる、ゼルクさん死んでる。やばい、やばい、やばい、逃げて、みんな！やばい、やばい、やばい、ゼルクさん死んでるな。あー、死んでる！ポンズ野郎さん死んでる！ポンズさん死んでる！ポンズさん死んでる！ポンズさん死んでる！マジで？ポンズさん死んでる！本当に？どこ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 ？え？いない！いない！ゼルクさん死んでる！ゼルクさん死んでる！ゼルクさん死んでる！生きてるよ！目の前走ってる！ゼルクさん死んでるな！いるよ、後ろに！前にいるよ！ゼルクさん死んでる！ゼルクさん死んでる！ゼルクさん死んでる！で、シグネさん死んでる！スキャンできない！焦ってるからもスキャンできない！ちょっと待って、落ち着いて俺！シグネさん、ゼルクさん死んでる！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 俺落ち着いて！やばいやばいやばい！これは今いたんだ。誰も死んでないだろ。あれ？あれ？ちょっとゼルクさん、ゼルクさん死んでる、ゼルクさん死んでる。生きてるよだから。ゼルクさん死んでるんだな。ゼルクさん見た人います？俺黄緑なんで？ゼルクさん知らない。ゼルクさんは見てない。貨物にはいた気するな一回。最後診察にいた。え待って、あれ俺だけやってるゲーム。でポンズ野郎さんは今日エイペックスで散々取れたか取ったから。あり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 。別にどうでもいいって感じだから。どうでもいいな。でもここでやっぱり初手キルするってやっぱり恨みがあるっていう線があるんで、恨んでる人はキルした可能性高いと思います。で言うと僕は恨んでますね。あじゃあ。あそうなんだ。恨んでない人じゃあ挙手してほしい。はいはい、恨んでます。恨んでない人白角だから。はい。そうそう。いや畜生ゼルク。あゼルクさんが生きてたらな、生きてたら僕の白勝負取ってもらえたんだけどな、ポンズ野郎さんと。生きてたから白だよ。そうそうそう、ゼルクさんが生きてたらちょっと白取ってもらえたんだけど。今回死んでるのってゼルクさんで大丈夫ですか？そうそうそう、ゼルクさんが。あ、了解です、了解です。そうなんだ。あ、みんななんか否定しないんですね。ゼルクさん、クロムさんの白出せるんですか？出せます、隠し白です。もう絶対インポスターじゃない。クロムさんはゼルクさんの白出せるんですか？あーまあ死んでるんで白出せると思います、はい、あー生きてる。なんでだ、固くなって死んだことにしたがるの。シュウネさんはできないと思います。うん、なぜかっていうと、あのリアクター昇降機左側から来たからです。あ、はい、ヌーン乗ったでしょ、タスクやってヌーンは使ってないんですけど。使ってないんかい。え、なんで？あのタイミングで停電が来て、で下のドアが開いた音がして誰だろうと思ったら、ショボスケさんが停電明けでファーって出てきたから、多分なんかね、途中アドミン見た時貨物に4とかあって停電が多かったから、その辺固まってる人たちの中にポンズさんいたのかなって思ってます。あ、いた気がします。いましたね、ポンズさんいたよあそこに。まあでもそれはどうでもいいか。僕最後離れてアドミンにいて、ハッちゃんと会ってる。どうでもいいか。隠し色です。え、ゼルクさんどう思う？本家だ。僕はわかんないですけど、やっぱりロジック、ミュート外れますよ、ゼルクさん。ロジック？めっちゃ入っとるわ。ミュート外れてる。え、誰もじゃ見てねえんだ。
これ見てない。喋ってなかった。あ、しゃ、おい、喋ってなかったの？声入ってなかった？聞こえてるよ。え、じゃあなんでこんな、あれ死んだことされてんの？生きてると思う。だよ。かわいいな、ゼルクさん。かわいい、ゼルクさん、どうしよう。やばい、どうしよう、かわいい。もっといじめたくなってきた。いじめたくなってきた、やばい。かわいい。ああやばい。ちゃいな、もう。任せるよ。ちょっとやばいな。やばいな、これ。うん、ゼルクさんの処理は任せるわ。ゼルクさん、かわいいね。ゼルクさん、かわいいね。私好きになっちゃった、ゼルクさんのこと。ビジュアル役だから。ゼルクさん、かわいいね。私、ゼルクさんのこと、かわいいと思っちゃった。あ、あ。一緒によ。行きましょう。あの、タスクしますよ。うん、いいよ。ここにいようよ。ねえ、真似しないで。めくんなって、かげまる。3でしたこっちか。1だ。おし、2が。6。ゼルクさん死んでる、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 生きてます、生きてます、僕目の前いますよ。本当に本当に2死んでることになるよ、今から。